メアリとシャルの今夜は夜更かし。コンシャルです。島村シャルロットです。お帰りなさい。こんばんは。サイヨンジメアリです。サイヨンジメアリと島村シャルロットがお送りしています。メアリとシャルの今夜は夜更かし。今回、第5回目となります。今回の第、 あーごめんなさい噛みました、うん、ここカット使うからね使うから今回のラジオテーマは日頃気をつけてることでお送りしますよろしくお願いしますお願いします5回目かね意外とね意外とやってるそうそうそそうう。日頃気をつけてることみやちゃんなんかある 日頃気をつけていることそうだなうん、うん、朝はできるだけ起きるのが早く起きていますねうんあ<ー>そうなんかメアリちゃんって朝めっちゃ早く起きてるイメージがある、うん、朝起きたらすごいその日がね、うん 有意義に過ごせる気がするんですよ。でもね、<ー>二度寝しちゃうけどね。<laughs> あ、わかる、わかる。わう,うん、でも。え、なんかあれ、え、決まってる朝起きたら一番にすること、うん。朝起きたら一番にすること。あ、やばい。トイレしか思いつかない。お茶の音や。あ、でも、あの、カーテンを。うん。開けてるというか。うん、うん。開けてるかも。それはあるかも。 暗いけどねまだそうそんなに日はパカーンって感じじゃないけど気分的に朝だと思ってシュッて開けるそれはしてるえかっこいいねなんかドラマみたい確かにシャル閉めないからさえそうなの閉めちゃうとなんかもう寝ちゃうんだよねずっとでもさ夜危ないん だからなんか2枚のうちの薄い方は常にいしてうん私気にしちゃう外なんかシルエットとか見えるんじゃないかみたいなあそれ怖いよね確かにうん防犯的に二2枚とも閉めたら全く暗くて暗い朝かわかんないんだよねうん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 だね朝起きたら朝起きる時に日が結構入ってたりするもんね そう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 うん。いやでも危ない危ない。確かにそうだよね。なるほど。シャルは気をつけてることとかあるの？気をつけてること。うん。なんだシャルシャルがこの話題ってかテーマ決めたんのにシャル。そうだね。うん。なんだろうね。食べる時とか。 ご飯とかあ<ー> <laughs> 食べてるときはなんかあるじゃん、野菜から食べるとかさ <laughs> あ、ご飯粒を残さないの気をつけてるわ、うん、かるあのね、私もわかるよねご飯粒残したらうん、うん、何かされるぞってなんだろう、もったいないお化けとかかなわかる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 か何か言われてた、ずっと ご飯粒残すとダメだのにうん。あ、やっぱそうだよね。猿ルも言われてたんで。親か、その、保育園の先生とかさ、なんか、んかいい教育してるね、保育園。どうだろうなんだろうそんなことは、なんか、すごい思いがあるよね。うん、なんかね、残したらね、ダメみたいな。あ<ー> <laughs> あ<の>。そうだよね。またご飯とは、やめて、みたいなの言われてた。うん、話変わるけど、あそこのさ、扉の、うん うん、扉のところ踏むと親の頭踏んでるとかさ、うん、言われなかったあ<ー>、うん、<laughs> だからあそこ踏まない私なん、うん、<laughs> そういうのあるええあとなんかあれもあるよねなんかあの親指隠すのはね怖い時こう隠す私そうなんだ車の時はしないけど <laughs> <laughs> なんか親取られるぞっていうのあ,あそうなんだったかねここからお化け入ってくるみたいな聞いたことある違うのかな<ー>親指の隙きから<ー> <laughs> <laughs> だから親指の親指全部隠さずに、ね、<laughs> 親指の爪のここのタコに <laughs> かぶせる指を <laughs> だからさ指すまみたいな感じ <laughs> 懐かしいね本そうほんにかあとあるよお風呂入るときはかけ湯を必ずしないと汚いみたいなこと言われることがあって嘘うそれ聞いたことがあるあのそううん必ず最初に洗えみたいな洗えというかシャワーでバーってええそそう。

その銭湯とか温泉とか好きだからよく見ると人のことをねやっぱみんな下向いてるんだよねでも私下向くのが好きじゃなくて上向くんだよ上向いてこう女優りみたいな女優浴びみたいなドラマとかであるやつでしょさすがに立ってはしないけど女優浴びでねあれがねある。 気をつけてることじゃないけどね癖<ー> <laughs>、うん、食べ方とかはあるのかななんか女子力とか出るじゃんやっぱり野菜から食べますとかさ<ー>ご飯食べる前に何か飲みますとかさでも結構猿みやりちゃんと喋ってて、うんうん、なんか演技とかめっちゃ共感が多いじゃん。うん だから多分共感してもらえると思うけど、うん、まあ結構これ当たり前だけど、うん、なんか食べてる時に口の中を見せないわ <laughs> かるかもそれはうんそうなんかたんまにいるじゃんいる,いるいるいる中身見えてるよみたいな <laughs> そう私食べてる時ご飯食べてる時結構無言タイプかも、うん、ああ<ー> <laughs> それで、ね、くちゃくちゃ食べるのは好きじゃないしね、うん 分かる分かる分かるあるわうんうんうんたまにいるのが何、うん、かあのあれ机にお皿置いてそこに顔を持っていくっていうやつあじゃなくて普通、うん、お皿とかお茶碗に手添えるじゃん、うん、食べるとき。 うんそれせずに机の下に手があるのねいるうんいうよねあれ嫌なタイプ私もシャルもあれちょっと苦手だから直したくなるんだよねああそうなんだその手どこみたいな手どこにあるの痛たくないそう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 うんあいうのはね結構気にする気にするかも私もうんうん結構あるそうだね。 あのー、やっぱりあれは配信とかしてるじゃない、うん、YouTube で、うん、それで気をつけてることとか何かあるっけ、うん、私も今話題振っときながら何かあったっけサル <laughs> 猿は、うん、特にもうね常にコメント、うん、を見るみたいなががコメントを読もうっていう感じか、うん、そう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 ん そうだねー。それは気をつけてるかな。うん、なんかあるかな私。<laughs> そうだな。うん。あとなんか。うん、ちゃんとなんか。うん。言っていいのかわかんないけど、うん、動けてるのかなとか。な、それは見るな。 うんちゃんとお顔整ってますかみたいな私結構半目の時が多くて変な顔してないかなとか今私変な顔してることの方が多くて半目でなんかにやけ顔みたいなあでもあれめっちゃミヤちゃんかわいいけどねよっぱパぱだあれいいよシャルダか変顔ばっかしてくからやばいあとなんか私雑談とかか問いかけ しようとか思ってるな。これどう思う？すかい。ううんうんうそういうのはあるな、くらいかな。気をつけてるのは。そういうところ狙いたいなシャル。おいやシャルでも無意識にできてると思う。多分。シャル結構逆に聞いて聞いて系だと思ってるんだよね。えー、いいやんそれ。うん。うんともう。うんと。そう。いやでもちょっと似合います。似合います。可くて。<laughs> <laughs> うん、ありがとう。あなんかあるかないいサムネとかもまあうん気をつけてるのかな<ー>無意識サムネ一番気をつけてないな <laughs> サムネね可愛いですね本<当>うん <laughs> なんか結構無意識に気をつけるっていうことが多いよね多分考えるとあそうだ、ね、パッと出てこなかったりするなうん。 確かに。で、ええ、日頃気をつける。うん。そう。あと、うん。ちゃんと配信切れてるかどうかも。っねっ見る。そう。配信切って、それで、あのー、マイクもオフにするも私。あそう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 。<laughs> もし配信切れてなかったらと思って。ね、たまに忘れてるけど。うん。そうなんだよ、ね。あれ、怖いよね。 めっちゃ怖いあとなんかめっちゃ最後まであの「バイバイ」って言った後にコメント流れるじゃんずっともう止まるまで見続ける配信終わっててもなるほどねああそれはあるかもなめっちゃ見ちゃうあれナー書いてくれてるすごいと思うからそう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 めっちゃ見ちゃうあれうん 確かに気をつけてることかうん逆に気をつけなきゃとかは <laughs> いつもこれしちゃうわーって<ー>うん気をつけなあ私ねあるよあのね<何>最近、うんうん、すっごいあのチョコ食べちゃう <laughs> あ<ー>好きやらばその YouTube の作業してる時とかにうん、うん うん、チョコ食べちゃう <laughs> いいじゃんでも甘いものは脳にいいんだようんいやでもね一箱開けたらもうすぐ食べちゃうから、うん、いっぱい、うん、最近は小袋小分けされてるやつ買うようにして<ー>で遠くに置いとくのよ食べれる分食べる分は近くに置いといて遠くに置くんだけどもうなんかでもうん、うん、無意識じゃないのもうなんかさもう 取り憑かれたように、あ、なくなったって取り引くのやろあなるほどね試めすぎ気をつけなきゃって、思う冬はさ、やっぱり夏と違って汗かかなくてね、代謝も落ちるでしょう <laughs> そうなの、ね、ブクブクや、ブ,クブクこの間ポッキーの日だったからさ <laughs>、うん <laughs> そこ食べたんじゃないの結構 <laughs> 私さシャルのツイート見てさ何かこ見たよ。見た, <laughs> 見た見た。<laughs> いにたに違うじゃんと思ってさ。もうなんかスーパー行くととりあえず野菜コーナーから回るのね私。で<ー>今日何食べようと思ってその日なんかお鍋食べようと思ってお鍋白菜とかって、うん、キノコとかで通ってたのね。でね <laughs> ああそういうばお菓子食べたいと思ってお菓子見てたらルマンドがあって。<laughs> ルマンド入れてすぐ違うコーナーに行って <laughs>、はい、トッポのドッポじゃない、ポッキーのことなんてもうすっかり忘れて <laughs>。あれって美味しいの美味しい。なんだろう?。そうなの?。うん。サクサクで。美味しいよ。じゃあ、<laughs> 避けてるんだよね。そうなの?何も。何を?。ルマンド。ルマンド? <laughs> <laughs> <あ>の <laughs>。の。避けるの?。うん。 るっ,ってあれを避けるって,いう、ね、るってことでしょ、うん、もらっても違う人にあげたいとか、えー、食べず嫌いが多いからいそうなんだ <laughs> いい美味しいうんしい今度食べてみよう機会があるのドゥマンドアイスとかも出たぐらいだからねまあまあ,、まあ、あ知名度も有名でもあるのかなと思うけど、うん、ああなるほどねうんかな <laughs> えー、すごい。あ気をつけることあった。なんだ、うん、あのねこれもう配信でけ言ったことあるんだけどうん。新鮮を寝る前に1本飲んでる。うん、何それ新鮮？セ鮮。新鮮。C。ABC の C に、うん「一重百銭の銭」って書いて、うん、あ飲み物あるじゃん。なんか新鮮 みたいなやつそう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 竹葉かわかんないけどそれなんかねシャルネーがめっちゃお肌にいいから「へえ」って言って何やねもうすぐか月ぐらいなんかレモンレモンビタミン C がめっちゃ凝縮してるからめっちゃ肌にいいんだってへえそれは続けてるねずっとそうなんだ私毎朝 R1 ヨーグルトあれ飲むとお腹調子いいすごくあっそうなんだやっぱあれ効くんだうん私もあれ飲むと風邪もひかないし思い込みかもしれないけど全然ほんとんか聞いてる気もするかなうんやっぱあるよねなんかそれぞれうんねええ あるはんかそうんかはいい,、ね、<laughs> <laughs> いいよお願いしますサイあごめんね<え>いいよ、うん、<laughs> サイオンジメアリと島村シャルロットがお送りしましたメアリとシャルの「今夜は夜更かし」そろそろ終わりとなります 今日はどうでした？面白かったです。面白かったでしたか？すごいテンプレを言ってるけど、気をつけてることとかね、全然ね、日頃意識することあるよね。うん。毎回そうだけど、相手がテーマを持ってくるときすごい楽しみだね。わかる。ドキドキとね。今日何だなみたいそう。ドキドキと、怖いもん。ちゃんと私喋れるみたいな。 あそうそうそううん、でもなんだかんだ言って毎回ずっと喋ってるよね,ってるねやっぱり <laughs> ね確かにそうやっぱね気、うんだろう初めて喋る人とかだったら緊張しちゃうけどもうやっぱりだいぶねうん、うん、4か月も経って濃 <laughs> いよねそう落ち着いてきて喋、ね、れるというかほんと気ぃわかない気ぃつないに絡む人いないよ、うん、<が>ねー確かにそれは思う <laughs>

えじちゃって入そうなんかねうん行ったりするから、うん、私もたまにチェックしてる<え>いるみたいな <laughs> あーいいねちょっとチェックもうちょっと癖つけよう,と<そ>う <laughs> いやでも、ね、昨日は本当夜中だもんみんな寝てると思ってたずっと起きてたああそうだったねうんんか見たぞチャットかツイートかなんかし見たぞ <laughs> 本当。うん。忘れたと思ってよっかしはほどほどにってねこれ聞いたらみんなに言われるわけですよ <laughs> ああ気をつけましょうね気をつけましょうねそれでは、うん、皆さんこの辺で、うん、次回のラジもお楽しみにありがとうございましたありがとうございました次回はめやりチャンネルです 楽しいおつはに